小江戸の百太郎は、ナス性勘原作の児童文学シリーズ。本校では、続編である、銀太取物帳についても記述する。江戸時代を舞台に、おかっぴきの息子である少年が次々に事件を解決するという推理小説シリーズ。全六巻。キャッチコピーは、ずっこけ親父としっかり息子の痛快取物劇。岩崎書店の現代の創作文学シリーズから、刊行された。 差し絵は前巻とも長野秀子が担当している。文政5年の晩春から翌年の暮れにかけての江戸の街を舞台としている。また、第5巻以降、歴史上の実在の人物が何人か登場するようになる。ストーリーは各巻とも独立している。作中の時間は作品の発表と同じ順に流れている。 各館とも、江戸時代の文化などに関するうんちくに、かなりのページが裂かれている。1986年から、お江戸の百太郎1987年から、お江戸の百太郎怪盗黒手組1988年から、お江戸の百太郎赤猫が踊る1989年から、 お江戸の百太郎大戦天狗怪事件1992年から、お江戸の百太郎秋祭り謎の富くじ1994年から、お江戸の百太郎をとまつ、宙に舞う第一巻は、子供と読書1986年1月号から12月号までに連載された作品4本を収録した短編集。それ以降は、どれも長編作品。 第6巻は1995年に日本児童文学者協会賞を受賞している。本校では、銀太編と略す、お江戸の百太郎シリーズのラストから4年後を舞台とした、鳥物町シリーズ、岩崎書店の文学の泉シリーズから刊行された、挿絵は前シリーズ同様、長野秀子。百太郎の義弟である少年、銀太が、 かつての儀系と同じように事件を解決するという内容。全4巻。各巻の概要を記述した瓦版というコラムがある。また、前、シリーズとは違い、登場人物紹介のページも設けられた。最終巻には、ここに完結という表記があるが、内容的には特に終わりらしい終わり方にはなっていない。 1999年銀太鳥物町闇の、占い師2000年銀太鳥物町真夜中の墓磨き2002年銀太鳥物町、本所七不思議の秘密2007年銀太鳥物町、お江戸のかぐや姫、ありがとうございます。